Think Big, Act Together。 お客様のビジネスを次なる段階に変革するための支援と、早くこう世界で戦えるような企業を目指したいと。弊社はですね、創業メンバー全員同じ会社の出身のメンバーで立ち上げておりまして、2009年にですね、その会社が民事再生になってしまったという状況がございました。自分たちで、新しい道を、描くことができるんではないかという創業メンバーの思いがその時点で結実してですね、独立をして、開始するということになりました。我々の思いは、このキーワードに表れていると思っています。Think Big, Act Together。 Think Big というのは、やはりベンチャーなので世の中にない大きな未来の価値を作っていくということができるような会社にしたい。もう一つが Act Together ですね。社員だけではなくてお客様も、あるいは弊社といろいろな形でコラボレーションしているビジネスパートナー様も、より円滑に我々も軸になって、物事を達成していくための活動を一緒にやっていこうと、これからも、常に一番大切な拠り所として持っていきたいと思っています。弊社は主に3つの事業を行っております。1つ目がコンサルティング、2つ目がシステム開発、3つ目が、常駐型でのプロジェクト支援というビジネスになります。でまず一つ目のコンサルティングに関してご紹介します。でこちらはですね、お客様のビジネスを次なる段階に変革するための支援と。二つ目の事業はシステム開発。でこちらは弊社の創業時のビジネスになります。社内で研究開発しながら、それをもとにお客様のシステムを構築するというプロジェクトを受託型で主に行っております。で三つ目、こちらがですね、常駐型でお客様のプロジェクトの活動を支援する、ビジネスになりまして、創業以降に始めた新規事業になりますが、こちらも非常に拡大している状況です。物事の、方針をきちんと決める、意思決定をするスピードであったり、それを実現するスピードであったり、やってみた結果もっとより良いやり方が見つかった場合の方向転換を促すような、こういうその意思決定を変えるというスピードに関しても非常に速いというのが特徴です。一方でその意思決定が感覚に基づかないと、ある根拠やロジック、そのリサーチの結果など、そういうその根拠あるデータとか情報、これに基づいて議論する素養が前者にあるという、この点も特徴です。我々なりの、サービスを持って早くこう世界で戦えるような企業を目指したいというビジョンはございます。自分たちは何をするのか、自分たちは何ができてどこだったら勝てるのか、これを極限まで突き詰めるということが非常に大切だと思っています。でビジョンとしては、それを、より高めるビジョンであったり、そこに共感する人を増やす、社員も含めてですね、というのが会社の戦略上非常に重要だと思っています。絶え間ない熱意であったり、自分を高め欲求であったり、貪欲な何かを学び取って、もっと自分は、高い存在になりたいとなると、こういう意志の力、心の力、こういったものを弊社のお招きしたい、社員には求めたいと考えております。成長企業の中で、自分もその一翼となって成長を実現させていくような機会が数多くあります。このような機会に参画してもらえる、数多くの力を今回求めております。ぜひ期待して応募していただきたいと思っています。よろしくお願いします。